あの新潟県の上越市の安塚っていう町がありまして、その安塚っていう町で小さなこう雪室、木造の雪室を設計してたんですね。でこの3月に無事完成したんですけれども、その雪室をあの、まあ、1年2年こう携わってあの従事していく中で、雪と人のこう関係性ですとか、あの雪ってのがなんだかんだその新潟の雪国の人にとっても邪魔者だと思われていて、あの除雪って言葉でもう象徴されるように、あのまた雪降ってしまったからちょっと行政がお金を使って税金使ってこう除雪すると、っていう代物にやっぱりなっている部分があったと。ただやっぱり昔のことをこう紐解いていくと、もっとこう雪と人があのもっとこう幸せな関係を築いていたりですとか、なんかそういう歴史がたくさんこうあるなっていうふうに思ったので、今このまあ自然エネルギーですとか地球環境のことをこれから考えていかなきゃいけないっていう状況において、もう一度この雪と人の関係性ってものを、まあ、僕らなりに考えて皆さんにお伝えするというような場にもなんかできたらなというふうに思って、その舞台として、まあ、ベネチア・ビエンナーレをちょっと選んでみたというのが、まあ、きっかけといえばきっかけです。これってそもそもまず目的が、安塚っていうのがその棚田がすごい美しいので有名な場所なんですね。で棚田その100選みたいなの選ばれたりしていると。ただ、まあ、昔はその20農家ぐらいでこうメンテナンスしてたその美しい棚田をもう今1人2人でやってますみたいな状態になっていて、すごいその美しさをこう維持できなくなっていると。でその根本的な原因としてやっぱり棚田という場所がメンテナンス難しくて、こう所得もこう向上しにくい。棚田でお米作るぐらいだったらあの平地でお米作った方が楽ですっていうのがあって、もう後継者不足含めてあのなかなか厳しい状況になっていると。そこに対してこの雪室を作ることで棚田雪室前みたいな形でこうちょっとブランディングしてあげて、棚田のお米とそれを雪で冷やしたっていうのがこうセットになった、まあ、そういった高付加価値化することで、農家さんの所得を向上できたらなというようなプロジェクトなんですね。なのであの僕も設計するにあたって棚田の農家の方々に直接、いやどんな方々がここを使うのかっていうのを知りたくて、いろんな方にお会いしたんです。それはすごいあのいい経験で、あの一言で棚田の農家さんって言ってももう三者三様だったんですね。いや雪まあ好きじゃないけど、まあ昔はすごい遊んだし、まあいい感じに関わってきますっていう人もいれば、むしろ雪をすっごい積極的に使って雪室の食品とかをどんどん開発していきたいっていう人もいれば、もしくはもういやなんかもう15ヘクタールぐらい農家っていうのは持ってないと成り立たないんだって言って、すっごいこう平地も棚田も全部含めてたくさんの面積をあの1人2人の人数でやるっていう方もいればと。一言になんか棚田の農家さんって言っても本当にいろいろいるんだなと思って、で今回の それでビエンナーレでも映像を作っているんですけど、 そこでその棚田の農家さんのあの雪との暮らし方とかそういったものをこう伝えられるような映像っていうのを作ってます。本当のきっかけから話すと、今回そのテーマが How will we live together、 どうやって私たちは共生していくかというのがテーマなので、その中で実はキュレーターからもコラボレーションをあの推奨しますっていうちょっとしたお題目があったんです。それがあって、あのなんかそのいわゆる建築界でだけでこう終わるようなそういった話ではなくて、でさらには人間と人間の関係だけで終わるような話でもなくて、人間とそれ以外のものがどう共生していくかというような話になっていくだろうと思ったので、ちょっと建築家一人ではその問題になかなかこう立ち
太刀打ちできないんじゃないかなと思ったところもあって、そんな中でいろんな方にこう声掛けをして、こうコラボレーションという形で大きなテーマに向き合っていきたいなというふうに思ったというのがきっかけです。なんかその安塚の話からこう始まって、じゃあビエナーレベネチアではどのようなことをするかとか、雪とは何かとか、雪室とは何かとか、もう本当にさまざまなことをちょっと説明しない限りなかなかこう伝わらないプロジェクトだなっていうふうにちょっと自分でも思っていて、それをなかなかこう難しい難解な部分をちょっとこううまくこう紐解きながらふってこう伝えられるような、まあそういったことが一緒にできる方というので、田中さんのお仕事とかは普段から拝見してましたし、もともと知り合いっていうのもあるんですけど、ちょっとそこを人にこう伝えられるところを一緒に考えてくれないかというお話をしてお声掛けしたのがまず始まりですね。ちょっとどんな本作れる、まあ、本とも言ってなかったですね、その時は。どんなパネルにできるかなとか、そういうところから実は話スタートしてます。だから最初にまずスタートしたのは、いやこれだけこう最初説明して複雑ですねとこれをそのパッと来た来場者にどう伝えるんだっていうのは田中さんもすごいこう考えたところがあって、最初に田中さんから出てきたアイディアっていうのは実はあれなんですね、こう折りたたみ式のこうパンフレットのようなもの、ブックレットのようなものを作って、これをこう開いていくとその順番に伝えたい情報がこうなんか出てくるみたいな、そういう順番もなんか含んだ一つの大きな、まあ、例えば A1 の紙にすればなんとなくこう順番でこう伝わっていくんじゃないかと。で別にこれはなんか印刷物としてこう会場にこう置かれてたりとかしてこう折りたたんで持って帰ってもいいみたいな、そういうのはどうかっていうのがファーストアイデアでした。そう思い出しました。そうだからそこでどんな変化があったかと言いますと、じゃあここに載せていくっていうアイデアをとか内容を時系列なり伝えたい順番なりでこうやってこういろいろ整理していったという時に、その整理をしていった末でもなんかそのなんつうのとても分かりやすく伝えられそうな感じはしたんですけど、これらがむしろもうなんか人間と雪の関係性がとてもこうフラットであり、その人たち、その人と雪がどんな関係をこう結んでるかっていう、まあなんか生態学的な、まあなんか辞典のようなものとして全てこうフラットに扱えるんじゃないかっていう話になりまして、そこからもうなんかその順番がとかではなく全部がフラットなカードがいいんじゃないかっていう、そういう話になってって、でまあなんかトランプにするとかカルタにするとか、まあ、そういった話もありはしたんですけど、まあ、あんまりそこのこう形式化された記号化されたような遊びというものに別に頼るわけじゃなくて、もう本当素朴に雪と人の関係が並んでいる状態を作るでいいんじゃないかなと思ってそうなってます。一応順番1からその53まであるんですけど、一応なかなか難しいんですけどスケール順になってます。つまり人と雪の関係ってのはこう雪の結晶が綺麗だよねと、雪の結晶は、まあ、その中谷宇吉郎さんが天からの手紙であるって言ったように、その雪の結晶を見ただけでこの場所がどういう場所かが分かりますっていうことをこう伝えてるっていう、このミクロスケールの雪と人の関係性もあれば、一方で
地球が公転してるから、だから氷よりの力とか、まあ、あと自転もですけど働いて季節風ができて、それで雪が降ると、っていうもう人知を超えたスケールでの雪と人の関係性も実はあると。それだけなんか雪というものが小さいスケールから大きいスケールまで人間の生活に実は密接に関わっているというのが面白いなと思って、それをちょっとスケール順にできたらいいなと思って、そういう順番にはなってます。まずあの展示っていう感覚がなかったというか、展示じゃないって思いたかったんですね。何、例えば雪室を、雪をあそこに雪山としてこう溜めたんですけど、これは何て言うんですかね、こう雪室というものを再現ここにしましたよという再現展示ではなくて、あのパビリオンというものがあの断熱性能がかなりこう低い、そういう建物の中において雪というものをこう結構安価などこにでもあるような断熱材でくるむことで雪を溜めることができるかとか、つまりこのパビリオン自体を雪室としてコンバージョンすることができるかみたいな、そういう建築的なプロジェクトにしてみようっていうのがあったんですね。なので、雪山を作っています。でこのカード式のパネルももう同じ話でして、展示物というものをここで説明しますっていうパネルっていうものじゃなくて、これが実はこう撮ったら、本当は全然違うものであって、それが結果その雪と人の関係性のその生態学みたいなものを説明しているものになっていたと、そのぐらいのものにしたいなと思って、だから この場だけのために用意した特別な説明文ですっていうつもりではないって感じですね。だから本当にカード式の書籍になったっていうのはすごい嬉しいことで、それをまあ貼ったらこの場所でその説明できるものにはなりますよとは確かになってます。が正体はここだけのためのものじゃないというイメージですね。答えになってますか？なんかいわゆる美術室、美術の展示室で展示作品を作りましたっていう感覚ではなくて、美術館のこの場所っていう敷地を用意された時にそこでどんな建築プロジェクトを実践できるかという視点で参加しているので、そこでじゃあ雪と人の関係性を伝える書籍というものを、まあ、貼ってみるっていう、まあ、こう建築的なプロジェクトの一部になっているという感覚なんですね。ちょっと説明難しいんですけど、例えば壁に貼られている情報はカードとして販売されてますし、壁に置かれているそのディスプレイの中の映像は映像としてもちろん違う形で皆さんにお届けすることができますし、雪室というもの自体もまあ、その雪の箱もあれば、あとはその近くに山越って山越村があるんですけど、山越村でそのスノーエンジニアとしてコラボレーションしているその伊藤さんという方がご自身で作っている雪山があるんですね。でこう非常にこうケミカルなアルミニウム素材を使っているんじゃなくて、周りをウッドチップで起伏している雪山で、これもまあ素晴らしい雪山なんですね。だから別にこれを例えば見る機会をなんかもし作ることができれば十分、これもなんか別に展示物じゃないんですけど、いろんな方に雪山とか雪室について知っていただける機会になるかなと。なのでやっぱり帰国展みたいなのよくあるんですけど、それがリプレゼンテーションじゃないと、再現して日本でもどうぞっていう形じゃない形として見せれるような、そういうものを最初からちょっと目論んでたつもりではあって、って感じです。
そうですね、非常にそういう意味でやっぱ厳しい。唯一いいところとしては、人と人以外の関係性にフィーチャーして共生というのに応えようとしてたので、つまりコロナって人と人の関係がかなり関わるので、雪はちょっとコロナの影響を受けないので、そこはいいとこだったんですけど、まあその現地がロックダウンしちゃってたりとかしたので、全然誰も外出れません状態の時に、まあその準備は本当に難しかったですね。で、イタリア人の、プロジェクトスタッフが一人いたので、その人が基本的に日本にいたから、まあ、その人をこうメインのこうスタッフとして動いてもらいながら、現地とやり取りとかはできるんですけど、まあ、向こうの動きもすごい遅いですし、どうなっちゃうんだろうなと思ってる中で、だから本当開催の1ヶ月2ヶ月前ぐらいから少しずつこう動きがあって、やっと向こうもちょっと状況が少し良くなってきて、なんかリアクションできるようになってきたっていうのがもう2ヶ月切ってるぐらいの状態ですね。そこからの追い込みというか巻き返し。 でも皆さんそうだった、まあ現地の方々を結構使われるって方はもう同じような状況だったと思うんですけどね。なんか現地で動く方々たくさんいるのと、まあ現地で素材を当時調達しなきゃいけないので、その何もかもがかなりこう不安定な状態で、もう相当ドタバタでしたね。物の調達からしてもドタバタな状態で、届くのかみたいな話からスタートして、てかそもそも雪あるのかみたいな、雪あるってスキー場の会社とやり取りしてたんですけど、やるよって言われてるんですけど、それなかったらもう終わりなので。っていう何もかもが本当に心配な状態で直前になるっていう感じでした。オープンが5月の21日だったかな、だったんですけど、その直前のだから5日間ぐらいは、とても重要な仕事の事情があるということであれば、隔離期間必要なく入れるっていうビザがあって、それで行ってます。ただし5日以内に出てねって言われてるんですけど、120時間以内に出るっていう。 なんとかそこなんとか終わったんですけど、ちょうどだからヨーロッパ全体的にその1週間前ぐらいからなんか状況がこうふうって変わってきたところだったんです。例えばお店が飲食店が、まあ、テイクアウトのみだったのがテラス席なら何時から何時まで OK ってなったりとか、どんどんこうワクチンが行き渡ってきて変化がこう生まれ始めてた時で、だから日中のベネチア見ると意外とその時期はもう普通に皆さん食事してて。普通でした。